ようやくこの日がやってきましたね。本日行われる捕虜交換はドマとガレマール帝国との和解と共存に向けた最初の一歩、実に喜ばしい。わしとしても平穏無事に捕虜交換が終わることを願っている。ところでそちらのコンテナの中身について伺っても、どうにも。ああ、これですか。前回渡しそびれたのですが、ちょっとした手土産ですよ。ドマの復興にはいろいろと物資がご入用でしょうから。おお、これは痛み入る。かような心遣いがあるとは思いもよらなんだ。すでに交換すべき対象者がそちらの手に渡っているようだが、大事の前の障子、あえて異を唱えまい。それは私のことかい？四つ湯。そう、私の名は四つ湯。苗売りの意味語にして差し配の家父。そしてドマ代理総督、お前たちをすべお前たちから搾取するものだ。記憶が戻ったのであれば、そなたも捕虜交換の対象。大使殿と帝国へ帰るというなら認めよう。だが未だドマ代理総督を名乗るのは認められんな。反乱軍の頭目風情が生きがるんじゃないよ。帝国の支配に抗うものあればことごとく粛清せよ。これがゼノス様から与えられたただ一つの役目。
私はそれを果たし、ずうずうしく、ふてぶてしく、デートのようなこの国に君臨し続けよう。これよりこの地に明けは来たらず、我が腹より満ちる闇に飲まれ、とこしえに黄泉の国となろう。そこに私は輝く、冷え冷えとした月のごとく。この光は晩神。ドマ人の女が晩神召喚を行った。これは明確な協定違反だ。捕虜交換は中止、撤退準備を急げ。しかし皇帝陛下の代理者たる全権大使に逆らうのか。いいな、撤退準備だ。であります。キエン様、退避を。だが相手では足手まといになるだけか。すまん、今ひとたびそなたの力を貸してくれ。わしらは撤退するが、徴用兵たちの脱出を導くのを忘れるな。今度こそ誰一人として見捨てるわけにはいかんぞ。承知。やはりお前が立ちはだかるか。今ならわかる、その忌々しい光の力が。だけどね、今や私は夜の神、白道教から生まれいでた夜と月を滑る月読みなのさ。この力を持ってあと一つ、憎くて憎くてたまらないものを葬り去る。お前にだって止められやしないよ。さあ、賭けの続きといこうじゃないか。ドマに夜明けがあるのか否か、
未来とやらを占うのさ。Thank you.
り魔術月は魔王
ダメですよ。とどめはちゃんと刺さないと。高人族に献上させた神器と手土産のクリスタルで召喚させた即席の蛮神といっても、一応は神の端くれなんですから。睨まないでください。蛮神は帝国にとっても敵なんですから、処分するのは当たり前じゃないですか。それとも感情に任せて俺を殺しますか。敵だったこの女のために全権大使の俺を。そんなことをすれば帝国とドマの和平の目はついえるんだから。あ、もうついえたんでした。何せドマ人の女が蛮神を召喚したんですから、神おろしに手を染めないっていう協定違反ですよね、これ。本当は俺がゼノス様の代理になってドマを統治するはずだったんだ。俺だったら失敗なんて、奪還なんてされなかった。ゼノス様の期待を背負うにふさわしいのは俺だけなんだよ。それをこのバイタがクズめ焼き立たずめや馬ずれめや。朝日ありがとね。復讐の機会作ってくれてさ。善良の裏にはびこる邪悪、臭いものには蓋をして、汚れた部分はのけものにして、くだらない平凡を守ってきたこの国の連中。朝日、お前は私がどうなろうと見て見ぬふりを続けてくれたね。それ
ああ楽しい。私の腹は底なしだと思ったけど、どうやら底はあったみたい。やり遂げた、成し遂げた復讐を。あんたのために最後の力残しておいてよかったよ。なんて顔してるのさ。さんざドマの民を苦しめてきた悪党が死ぬんだ。もっと喜んだらどうだい。あのジジイかい。あの牡蠣おいしかったかな。いたします。お呼びでありますか、ゼノス殿下。アサヒよ、貴様はドマ出身だったな。はい、私ごときの名を覚えていてくださったなんて、何なりとご命令ください。貴様を皇帝陛下の代理人たる全権大使に任命する。ドマへ赴き和平交渉を取りまとめよ。和平でありますか。そうだ。ただしその傍らで当地にて代理総督四つ湯を見つけ出せ。姉が生きていると。ご命令とあらば必ず。
これより貴様には神おろしの秘技を授ける。夜露を見つけたならばその手法を手ほどきせよ。奴には信仰心など露ほどもなかろうが、八百万の神が息づく東方の生まれならばより代にはなる。紅甲羅の神器となすべき願いがあらば神の一つもおろせよう。無論才なき女は自ら身に宿した蛮神の虜となり、願いにとらわれた生ける亡者となり果てるだろうがな。殿下にこの命救われた時よりご恩返しすることを夢見てきました。ご命令を遂行することに何ら迷いはありません。が、蛮神一つを召喚させたとて、ドマの反乱軍には神殺しの英雄がついているとか。殿下の深淵なる策の真意をお聞かせいただけませんか。嘆かわしいことに、この帝都にも民衆派なる軟弱者たちがはびこりつつあるという。奴らに今一度蛮神の脅威を認識させねばならん。貴様が我が手となり警鐘を鳴らすのだ。世界を真の意味で救済するために。やってくれるな。私が殿下の手。はっ、やり遂げてみせます。必ず。ゼノス様、あの人がお前を必ず。無事のようだな。行ってしまったか。これが天命と言うなら、あまりにひどい。夜露ともども大使殿は死んだ。そなたが無事であったことは不幸中の幸いだが、これで帝国との和平も崩れたか。お待ちください。
逃げたものとばかり思っていたが。見届けるのも我が役目と踏みとどまっておりました。朝日大使は先ほどの神下ろしが協定違反に当たると申しておりましたが、私には。なんとゼノス殿下の密命であったと。これが噂に聞く超える力、過去を見るという力なのですね。待て、ゼノスが生きていると。神竜なる万神の力を手にした奴は戦いに敗れ、アラミゴの空中庭園にて自刃したはず。わしもこの目で奴の屍を確認したのだぞ。お言葉ですが、殿下が亡くなっているはずは。召喚は出立前にゼノス殿下にお目通りしております。負傷されつつもアラミゴより帰還し、現在は療養中で。一体どういうことなんだ。確かにゼノスは死亡し埋葬までされているというのに。どうやら私をたばかっているのではないようですね。仮に何者かがすでに亡くなっているゼノス殿下を語り、帝都中枢に入り込んでドマとの和平を妨害しているとしたら、これは我が国にとっても一大事です。ならば捕虜交換の件はどうする。徴用兵らは我らがすでに脱出させているが、こちらには未だ捕虜たちを返還する意思はある。私は和平を望む民衆派です。朝日大使が不慮の事故で死亡したとなれば、自責である私に捕虜交換を進める権限があります。では直ちに進めよう。両国の和平の可能性を途切れさせんためにも。ありがとうございます、ヒエン様。では私は返還いただいた捕虜たちを船に移乗させ次第本国に帰還。事の真相を確かめさせていただきます。暗い陰謀の影を感じる。どうか気をつけられよ。その旅路、私も同行させていただけませんか。ちょっとアルフィロ、死んだはずのゼノスから朝日に対し神下ろしの手法が伝えられたとするならば、その裏にアシエンの存在が介在している可能性が高い。アシエンとは肉体を持たない魂だけの存在。私たちの経験と知識がなければ対抗することは難しい。違うかい？そのアシエンなる者たちに関する知識を我々に教えてくださると。そうであればもちろん歓迎しますが。危険は覚悟の上での申し出と見た。命を懸けるに値する使命であると、そう感じているのだな。
これまで私は彼の隣を歩むことでその行いを見てきました。私一人の力は彼の足元にすら及ばないでしょう。ですが、人と人とを結びつけ絆を編むことならば、この私にもできるかもしれないと思うのです。たとえそれがかつての敵であったとしても。うん、ならばこうしよう。アルフィノを我がドマ国の正式な使者に任命する。この身分があればただの旅人として赴くよりは安全であろう。分かったわよ。止めても無駄なんだろうし、言ってくればいい。でもくれぐれも無茶はしないでよ。ありがとう。それじゃあ行ってくるよ。待ちに待ったこの光景、見ることができたのもひとえにそなたのおかげよな。
ここにおられましたか。その頭、まさかお主。刀も握れぬ老いぼれでは和歌のお役に立つことも難しいでしょうからな。頭を丸めて僧となり、旅をしながら全ての犠牲者たちの魂を供養して回ろうかと思い立ったのでござる。全てのか。かように晴れ晴れと送り出してもらえれば、拙者の足取りも軽くなろうというものでござる。アルフィノを見送ったかと思ったら、今度は豪雪か。次から次へとよくもまあ、それぞれに己が道を見つけるものよ。これは若ならば良き国へ至る道も見つけられましょう。断りなく頭を丸めましたのは、この豪雪、最後のわがままとお受け入れくだされ。お、豪雪、わしは民と共に歩み続け、幼子たちが笑って暮らせる国を築いてみせよう。それが恨みの果てに散ったかの者の手向けにもなりましょう。では、これにてごめん。